怖いこと、ね、母ちゃんの乗って怖いことすんな君たち。怖くないよそんな。母ちゃん回したらみんな回されちゃうぞお前。一周すね。おお、やった一周すごいね君たちね。得意だねそのままはいばりついてんの。宇宙飛行士の訓練かっていうやつだよお前。すごいことするね君たちね。よく見えるよちょっと。こっち寄せるよほら。面白い。すごいくる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 回っちゃうじゃん子供。ようやるねすごいね。慣れたもんだねもうね。ほら外側からも来るもんね外側からも。すっごいすごい。やっぱりすげえな。子供何人いようが関係なく回しちゃうなもうな。お構いなしに回しちゃうな。すごい。あ、だだだだ。あ、痛かったぞ、今。何どう挟まった、お前。気をつけてね、あんた挟まっちゃうから、今。どこ挟んだって、ちょっと見せてごらん、ちょっと。大丈夫だった、お前。大丈夫だった、ほら、ちょっと見して。手挟まった？大丈夫だった？母ちゃん、危ないよ、ほら。大丈夫か？子供同士得意なやつやってんね。また始まった、また始まった。見ていてこの危なっかしいね。観覧車の外側で遊んでる子供と一緒だよねこれじゃね。怖いよね。おお、すごい速度で回されちゃってんじゃん。まあ最近の子供っていうのは安全な本当遊具ばっかりになっちゃったけど、昔は危ない遊具でよく遊んでて、ちゃんとみんな
大人になってったんだから、やっぱ安全危険っていうのはあるけど、安全に全部振っちゃうとダメになっちゃうよね。それはまあそれで危ない目に遭いながら、痛い目に遭いながら、それを学習していく、それも一つじゃないかな。なあ母ちゃん、子供も分かってるもんな。もう今もう動いちゃいけないとかもう分かってしがみついてるしね。スリルなんだろうなそれが。やるなお前な、もう慣れてんな母ちゃんに回されちゃうの。母ちゃん一人でよかって気持ちよく回したいんだよな、本当はな。子供がそれに乗っかってきちゃうんだよな。これで母ちゃんもストレス発散だな、日頃の育児から解放されて。君たちも健やかに育ってよかった、健やかにね。みんな疲れてね、もう寝ちゃうのか。じゃあね、おやすみ。